皆さんこんにちは。タイムラプスクリエイター成沢です。惑星撮影の前編で解説した続きの動画になります。機材ごとの、写りの違いっていうことと、それから、最初惑星撮影を、それから惑星撮影を検討してるから、それから、これからちょっとステップアップしたいなっていう方にお話ししたい CMOS カメラ、こういった専門的な商品を購入するときにおすすめしたい天体望遠鏡の専門店と、初心者あるあるの注意事項ですね、をご紹介しています。それでは今回の動画も最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。はい、それではここからですね、実際の撮影画像の比較をお見せしたいと思いますが、昨日ですね、ちょうど晴れたんですよ。で、自宅のベランダから撮影することができまして、使用したカメラはこの3つですね。ソニー α7S2 と富士フィルム XT3 とオリンパスの EM5M2。 この3つでですね、接眼レンズを変えながら同じ日に同じ条件で撮影することができましたので、その撮影データをお見せします。多分カメラをやってる方が見るとですね、なんだこらっていう、データが出てきます。まあ、その焦点距離とか F 値とかね、まあ、その辺もですね、あ、こんな世界があるんだなっていうことで楽しみながら見ていただけるといいかなと思います。まあ、ちょっとでもね、興味を持っていただけたら嬉しいですね。あ、使用した望遠鏡は、高橋のイプシロン180、それからロスマンディの GM8 っていう赤道儀です。使用した接眼レンズは LV18mm、 それから LV9mm、 それから NPL6mm という3本の焦点距離での接眼レンズを用意してます。ソニーの α7S2 を使っての、作例です。合成焦点距離 7980mm、 F 値が44で、このぐらいの大きさで撮れますよっていうことですね。まあ、F 値的にはちょうどいい感じかなと思いますけど、やっぱフルサイズはちょっとちっちゃいですよね。次が、LV9mm になった時ですね。合成焦点距離が 18000mm ぐらいになります。ただ F 値がですね、 F100 っていう数値になるんですね。これ本当かなと思って知り合いにも計算してもらったんですけど、やっぱ合ってるみたい。まあ、火星自体がすごく明るいので、このぐらいのデータで撮りますよっていうところだと思うんですけども、ちょっと大きくなりましたが、まあこれですね、このぐらいがちょうどいいのかなと思って、写真にしてみました。ちょっとささっとやっただけなんですけどね、レジスタックスで、動画を取り込んでスタック、それからウェーブレット処理、それを TIFF で吐き出しまして Photoshop CC でちょっと、色の調整とか、トリミングを行いましたですね。まあ、この辺の画像処理も後日また別の動画で紹介したいなと思いますけども、まあこういう風に撮れましたよという感じですね。はい、続いては APS-C サイズになります。富士フィルムの XT3 を使いました。同じく LV18mm からいってみましょう。ここから35mm 換算という焦点距離になりますので、合成焦点距離にかける1.5をしています。同じ接眼レンズもちょっと大きくなりますね。はい、これが LV9mm ですね。で、APS-C サイズだとこの時点で感度3200まで上がってます。で、実際写真に撮るとこんな感じですね。これまあまあいいですよね。まあまあいいですね。冒頭で見せた、動画、土星の動画があれ、アルファで撮ってるやつなんですよ。カメラが悪いというわけではないと思いますね。ただ焦点距離はやっぱりセンサーサイズ小さい方が稼ぎやすくなりますね。はい、でこちらが、NPL6mm にしました。35mm 換算42000ぐらいですね。まあきついですね。 XT3 は感度が12800以上上がらないんですね。これ以上やるにはシャッタースピードを落とすしかないんですけど、惑星撮影の場合はそのコマ数をなるべく増やしてですね、たくさん合成したいんですよ。なのでできればシャッタースピードを落としたくないので、まあこれよりもシャッタースピードを落とすんだったら、NPL6mm 使わない方いいかなっていう感じですね。では次いきます。オリンパス EM5M2、マイクロフォーサーズのカメラで撮ってみました。LV18mm からスタートします。もう最初からやっぱりセンサーサイズが小さい分だいぶ大きく撮れますね。この動画がもしかしたら処理するには一番いいかなと思いますけど、今回は LV9mm での、処理に統一しました。
LV9mm で、36,000mm という計算になりますね。でこれ撮った写真がこれです。あの感度がオートになってるんですけど、EM5 Mark II は動画にするとなんか感度がオートに設定されて変更できなくてですね、ちょっとここは私の習得不足かもしれないですが、全部感度オートで撮ってちょっとどのぐらいなのかわかんないですね。センサーサイズが小さい方がこういう淡い部分が映しやすいですし、 F30 から40に近い焦点距離で大きさを出しやすいっていうメリットが出てきますね。高橋のミューロン180っていうですね、カセグレンタイプの天体望遠鏡で全部お見せしたんですが、屈折式望遠鏡だとどうなるのかっていう例をお見せしたいと思います。それがこれですね。屈折式望遠鏡だとむしろこのぐらいの焦点距離じゃないとちょっと大きく映せないなという感じですね。これは、2年前の火星大接近の近い日に撮ったやつですね。この時火星が大砂嵐だったので全然シャープに見えなくて本当のっぺらぼうの状態なんですけども、まあ、大きさだけね、参考になればと思って出しました。一眼カメラを使うとなかなかやっぱり、F30-40 の間で適正な焦点距離というか拡大した焦点距離が出しづらいっていうのが分かりましたね。ステップアップしたいなってなった時には、この先にお話しする CMOS カメラの話になってきます。それではまた元の動画に戻ります。どうぞ。惑星ってね、月明かりが出てても撮れちゃいますから、光害も高度が高ければそんなに、気にすることはないです。でここからもうワンランク上の撮影を目指す方に、おすすめしたいのが CMOS カメラですね。 CMOS カメラっていうのが何かというと、オートガイドっていう撮影方法のように使ってる CMOS カメラなんですけど、これここにですねセンサーが入ってて、でこっちに USB の端子とか LAN の端子があるっていうだけなんですね。シャッターを切るとかそういう機能は一切ないです。この CMOS カメラを使って撮影するのが惑星撮影では本当は定番のやり方です。でこの CMOS カメラですね、マイクロフォーサーズよりもまだ小さいセンサーのやつがあるんですよ。3分の1インチとか、小さいサイズのものがあります。でなおかつセンサーサイズが小さいのに、高感度ノイズが少ないっていうですね、そういうカメラが、発売されているんで、それが CMOS カメラになります。パソコンが必要です。カメラでいうテザー撮影みたいな撮影方法になりますけど、ノートパソコンを使って、シャッターを切るカメラを操作するんですけども、その時に使用するキャプチャーソフトっていうのがあります。シャープキャップっていうのとファイヤーキャプチャーっていうのと2種類ありますね。シャープキャップ使ってる人が多いのかな。そのソフトを使って CMOS カメラをコントロールしてシャッターを切ったりとか動画を記録したりっていうことができる。でこの CMOS カメラを使うときは拡大撮影ではなくてバローレンズを使って撮影するのが一般的です。バローレンズっていうのが、まあ、テレコンバーションレンズみたいなものと思ってください。焦点距離を2倍3倍に伸ばすってやつですね。で ADC っていう補正プリズムっていうのがあって、惑星を撮影した時に惑星特有の色収差がね出るんですよ。その色収差を取り除くための補正プリズムっていうのが ADC っていう、ものになります。これ私撮ったやつですけど、がっつりですね、色収差が出るんだ、青いやつが、まあ、これが消えるってことですね。残念ながらこの ADC は私もいろいろ頑張ったんですけど、一眼カメラを使っていると、つきません。 CMOS カメラを使えばこの ADC 接続できるようになりますので、はい、というわけでですね、以上惑星撮影の基礎知識、基礎講座になりますが、難しいですよね。いや、やってみたらねそんなんでもないんですけど、やっぱり一つ一つの技量というかレベルというか、やっぱり天体写真ってね、難しいんですよね。だから、ちょっとずつちょっとずつレベルを上げていくことが必要になってくるんですけども、一番大変なのはですね、買い物なんですね。正直にお話しすると、普通のカメラ屋さんとか家電量販店に行ってこういう惑星撮りたいんで話してると、分かる人まずいないです。ごく稀にいるかもしれないですけど、そういうお店では CMOS カメラとか扱ってないですし、なかなかね難しいんですよ。ですので天体望遠鏡の専門店を利用することをお勧めしたいです。で望遠鏡の専門店って少ないんですけど、日本各地にあります。一応私のこの動画の概要欄に、北は札幌から福岡まで、今の惑星撮影についてこう質問して
ちゃんと答えてくれそうなんですね、天体望遠鏡の専門店さん、ずらっと並べときます。なので、そこに行って相談してみてください。でやっぱり最初ね、惑星取りたいんだけど何やればいい、何買えばいいのっていう話をすると、お店の人もね答えに困るんですよ。ですのでこの成さんの動画を見てですね、この人はこれとこれを使ってたなということで、望遠鏡がこれで接眼レンズがこれなんだけどアダプター何使えばいいのみたいな、この動画を見てですね、基礎知識をちょっとつけた上で、お店の人に質問してもらえると多分共通言語が出てきますし、お店の人もこれのことを多分説明してくれてるんだなっていうのは、多少理解できるようになると思うので、この動画が、皆さんのお買い物の役に立てれば非常に嬉しいですね。でですね、参考までなんですけど、三重県にですねアイベルさんっていう天体望遠鏡の専門店があるんですけど、そこのホームページをですね、ちょっと見てみてください。トップページに火星の画像があって、それクリックすると、今年の火星の画像とか、一昨年2018の大接近の時の火星の画像とかね、ずらっと出てくるんですけど、めちゃめちゃ上手なんですよ。もちろん天体望遠鏡の専門店の方はやっぱり撮影スキルを持ってる方はいらっしゃるんですけど、あ、こんなの撮れるんだなっていう夢を持ってもらえるといいかなと。今日は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。したっけね、疲れたよ。来週晴れるかな、撮りたいですね。火星撮りたいですね。火星をね撮りたいですね。見頃ですから。